頑張って漫才やっていきましょうね。はい。まあ見ての通り僕たちですね、こう男女コンビでやっておりまして。シュレック。そう、シュレックと人間のコンビでやってるんです。違う違う。人間と人間のコンビでやってるんですけれどもね。まあ年齢がですね、23歳と35歳ということで、もう12歳離れてるんですね。まあもう一回りも離れてますとね、こういろんなギャップっていうかズレが生じてくるんですけれどもね。幸せになりたい。どうした急に。まあ今のズレっていうのは年の差関係ないんですけれども、まあ幸せって言ってもいろいろありますよね。結婚だったりね、仕事だったりね。それではご覧ください。お見合い。お見合い。カコン、ちょろちょろちょろ。あ、もう始まってんのね。ご趣味は？趣味、野球をずっとやってました。興味ない！興味ないけど、なんで聞いたんだよ、これ。ご趣味は？他にもいいの？ご趣味は？何？飲み合いパーティー？これ。ご趣味は？たまたまやってきた。野球とですね、あとギターをずっとやってましたんで、ですね、さ、もうさ、聞く気ないでしょ。うなずいちゃったね。じゃ逆に聞きますけれども、ご趣味は？ない！ないことないでしょ。何かしら絞り出していこうよ。あ、美味しいものが大好きなので。ほうほう。各地に食べ歩きに行ったり。あ、そういうのいいじゃないね。うん、そしてたっぷり睡眠をとり。睡眠も大事だからね。お食事をとり、うん。あ、また食事。うん。そして睡眠をとり。また寝ちゃってね。そしてお食事をとり。うん、食っちゃね、食っちゃねだな。はぁ、くっさめ、くっさめ。何をしてるんですか、あなた。何をしてる。もうそんなで 100% お見合い失敗すっかんね。ガチャ、お邪魔しまーす。今度はどうした？へぇ、結構片付いてるんだ。でも、男の子の部屋って感じ？もう家まで上がり込んできちゃったの。展開早すぎでしょ。なあ、おき。なに？セックスしよう。しねえよ。展開早すぎんだろ、だから。さあ、かし。他にもいんの？サックス吹こう。うん、勝手に吹いてろよ、お前。まあまあ、せっかく来たんだから、お茶でも飲んでって。お前誰なんだよ。たかしの母です。たかしの母って、じゃあ俺人んち何しに来てんだよ。パパパパー。今度は何？パパパパー。結婚式だから展開早えんだって。はい、誓います。あ、花嫁愛を誓ったら幸せになれよ。はい、誓います。花婿、お前にかかってんぞ。頑張れよ。はい、誓います。お前誰なんだよ。それでは誓いのキッスを。神父だったのかよ。そして猪木のつもりかよ。お1、うん、2、うん、3人でブチュッと。いや、そこは2人でさせてあげないでさ、かわいそうでしょ、なんかね。妊婦ですか？違うわ。妊婦になれば腹は出る。太ってるだけだよ。食べ過ぎ食べ過ぎ。お、動いてますね。まあ、そりゃ動くでしょうな。あ、蹴ったな！バカな！なんで？おかしいでしょ、お前。妊婦だしらせめて優しく接しなさいよ。いきまない、いきまない。いきむでしょ、これは普通に。大きく深呼吸して。深呼吸？ひ、ひ、ふぅ。あ、ラマーズ法だ。ひ、ひ、ふぅ。え？お？一、二、あ、なんか生まれそう、生まれそう。一、二、三。生まれる。いやー一、二、生まれる。サンシャインごめん、意味がわかんないんですよ。おぉ。それでサンバさん呼んできますね。お前誰なんだよ。ちょっとちょっと、結局あなたの考える幸せって何？バリバリのキャリアウーマンです。俺こんなの扱いね。どうもありがとうございました。おー、じゃあ皆さん席を戻しましょう。あ、これさっき帰るって言いません。